マンチェスター・シティのスペイン代表 MF ロドリは大事に至らなかったようだ。22日のクラブワールドカップ、CWC、決勝でフルミネンセを4対0と圧倒し、初優勝のシティ。ケビン・デブライネとアーリング・ハーランドが不在の今大会だったが、欧州王者の貫禄を示す戦いぶりで幕を閉じた。その決勝にも先発し、大会最優秀選手に輝いたロドリだが、 後半途中に後ろからアレクサンデルのタックルを受け、74分にピッチを後に。今後もスケジュールが詰まっているとあって、不安が募る出来事となった。だが、大きな怪我とはならなかったなようだ。イギリス、スカイスポーツによると、そのシーンを相手のプレーに苦言しつつ、振り返った。正直、今日はとてもついていたよ。僕のキャリアでも最悪のタックルだったと思う。 膝をやられてしまったし、とても怖かったけど、幸いにもなんともなかった。あの選手にはこういうことをしてはだめだと言ったよ、また、今日トロフィー以上のものを手にした、とチームとして今年5冠目となるタイトルを喜びつつ、無事に家に帰れるけど、泣きそうだった。とても心配だったけど、なんともなかったよ、と問題なしをアピールした。 次戦は27日に敵地で行われるプレミアリーグ第19節のエバートン戦。その一戦に出られるかとの問いには、とても激しかったから痛みがあるけど、何の影響もないと返している。